一人芝居アーティスト松尾静香さんで「いつかの月」、そして「酔いどれ歌」です。よろしくお願いします。真実とは習いとはかけ離れたものだ。いつかの月は言いました。道徳とは救いとは異なったものだ。ああ、お月様、僕らは何を信じ何を愛したらいいでしょう。ねえお月様、その左手のぬくもりが消えるなど、その子は思いもしなかっただろう。その横顔が青ざめてしまうなど、その子は知りもしなかっただろう。いつかの月よ。いつかの月は一人でも狂いと立ち向かえたならば、いつかの月は言いました。大勢の一人と戦えたのに、ああお月様、僕ら信じ何を愛したらいいでしょう。ねえお月様、その戦士が現れることを、その子は願いのもと、教えてくれと、その子は母を探したらと、いつかの月よ。から幾数十年、幾百年という時が流れた。それでもなお私たちは戦いをやめることができない。でも、だけど今日このデカゴンのもとに集まった人々が己の正義や悪を治め、ひとときこの共演に身を委ねることができたのならば、世界はほんのひとときでも争いを忘れることができるだろう。さあ、両手を打ち鳴らすといい。よいどり歌。はい、ありがとうございました。松尾静香さんでした。ありがとうございます。はい。